97式司令部偵察機。97式司令部偵察機は、大日本帝国陸軍の偵察機。試作名称、機体計画番号。機番号は機十五、略称は97式つかささだ。97つかささだ。つかささだなど。連合軍のコードネームは、バブス、バブス。開発、製造は、三菱重工業。帝国陸軍初の司令部偵察機として、 また事実上の世界初の戦略偵察機としてしな、事変最初期から、ノモンハン事件、太平洋戦争、大東亜戦争初期にかけ、後続機の百式司令部偵察機の登場に至るまで、活躍した。1937年、昭和12年に、イギリスロンドンへ飛んだ朝日新聞社の、神風号としても知られる。1935年、昭和10年、 公権機操縦者として公式世界記録を樹立したことでも有名なテストパイロット陸軍航空技術研究所の藤田雄三中紗らの提案により速度だけを重視した新コンセプトの偵察機の開発を狙った陸軍は以下の要求事項と共に設計を三菱に特命した三菱では設計事務者を河野文彦技師として開発に着手し 操縦者の視界や自衛用の武装を犠牲にしても、高速性を実現するため機体の空気抵抗を軽減させるという方針で設計を進めた。試作1号機は1936年、昭和11年5月に完成し、陸軍で審査が行われた。その結果、最大速度は時速 480km という高速を記録したが、前方視界不良や離陸距離の長いこと、 着陸速度が速いことなどが問題点として指摘された。一時は本機の不要論も出たが、陸軍が本機を司令部偵察機として暫定的に配備しさらなる高性能機を開発するという方針を固めたことから、1937年後期2597年に問題点を改修した施策2号機のテストを行い、同年5月には陸軍最初の司令部偵察機、 九十七式司令部、偵察機、機 15I として、正式採用された。さらに、エンジンを、当初の空冷保守型九機頭の刃八出力七百五十 h p から空冷複列保守型十四機頭の二十六出力九百 h p に換装して、性能向上が試みられた。その結果、最大速度が、時速三十キロメートル向上したほか前方視界も、 改善されたため、1939年、昭和14年9月、97式司令部偵察機にまた、機15-2として採用した。同年、さらにエンジンを強化した3型、機15-3が試作されたが、本機の後継機として開発中だった100、式司令部偵察機の試作機が高性能を示したため、2機の試作機だけで開発中止となった。 生産は1936年から1941年、昭和16年までで、総生産機数は437機であった。本機の開発にあたっては、いかに空気抵抗を減らすかという点に重点が置かれていた。そのため機体のラインは、流れるような曲線を基本に設計されており、それまでの日本軍機とは異なったスマートな印象の、形状の機体に仕上がっていた。 このほか、高速性を実現するために、機体各所に工夫が施されていた。機体は、全金属製で陣頭病を全面的に使用し、機体表面を滑らかに仕上げていた。低翼単葉で固定足だったが、これは主脚を引き込み式にすることによる、重量増加を避けたことと主翼をできるだけ翼に、するための選択であった。主脚には流線型のスパッツを付け、空気抵抗を。 減らすようにしていた。また背の低い風防は、段ができることを嫌って、スライド式でなく、観音開き式になっていた。二型は、機体構造は一型とほぼ同じだったが、エンジン乾燥に伴って、カウリング、カウルが再設計され機種回りがスマートになり、カウルフラップが装備された。一型と二型の外見的な主な違いは、この点で横から見て、 カウリングと機種部に段差があるのが一型である。この改修により、機体重量は増加したが、離着陸滑走距離が多少短縮された。正式採用後すぐに、本機はシナ事変に投入され、中国大陸奥地の戦略拠点の偵察に活躍した。その高速性能を活かして、国民党軍のアメリカ製やソビエト連邦製の戦闘機を振り切り陸軍に、 多くの情をもたらした。しかし、太平洋戦争開戦時においては、速度の優位性がなくなり次第に犠牲が増えたため、後続の百式、司さ,さだに主力司令部偵察機の座を譲り、連絡機などに転用され1943年、昭和18年までには現役を退いた。本機は民間の高速通信機としても、若干数が転用。 公述する神風号もそのうちの一機であるされ、これらはガン1型、高2型通信連絡機の名称で、主に大手新聞社で利用された。また、長距離高速陸上偵察機の必要性を感じていた海軍も本機に着目し、これを採用することを計画した。1938年、昭和13年に、水星、ハ26を搭載し、 偽装を海軍仕様に改めた機体を製作し、1939年に98式陸上偵察機11型 C5M1 として正式採用した。続いて1941年、発動機を栄12型、波25クーレー複列星型14機等、出力 940HP に換装したものを98式陸上偵察機12型 C5M として採用した。 これらの機体は太平洋戦争初戦に地上基地からの中国大陸や港地域の偵察に利用された。生産機数は11型が20機、12型が30機であった。朝日新聞社は1937年5月12日にロンドンで行われるジョージ6世の体艦式方式の名のもとに青連絡飛行を計画し、 本機の試作2号機を払い下げるよう陸軍に依頼した。当時、日本とヨーロッパを結ぶ定期航空路はなく、また東京からロンドンへの飛行は逆風であり、パリ東京間100時間をかけるフランスの試みも失敗を繰り返していた。陸軍からの了承も得て、上院には、飯沼正明操縦士と塚越健治機関士が選ばれ、期待相性は公募中から東国の宮、 都市飛行によって、神風が選ばれた。朝日新聞史上で声援歌も公募され、当選作が日本コロンビアから、青連絡記録大飛行声援歌、作詞、河西慎太郎作曲、田村虎蔵編曲、奥山定吉として、レコード発売された。機体塗装のデザインは、画家の山地茂森が担当した。最初の出発時は、悪天候により一度引き返した後、 上ミ後ゼは1937年、昭和12年4月6日、創業に立川飛行場を離陸。台北、ハノイ、ビエンチャン、カルカッタ、カラチ、バスラ、バグダッド、アテネ、ローマ、パリと着陸し、現地時間の4月9日、午後、ロンドンに着陸。立川離陸後94時間17分56秒で、給油、紙を除く、実飛行時間は、 51時間19分23秒であった。デイリーエクスプレス氏は4月8日付け長官のトップに神風号の接近を報じ、ロンドンの矢前経由地のパリノルブルジェ空港は人並みに溢れ、イーヌマソージュ氏と塚越機関氏はフランス政府からレジオンドヌール勲章を受訓した。神風号は4月12日、折から大西洋航路で到着する。 秩父の宮夫妻を空から迎えた後、ヨーロッパの各地を親善訪問した。そして5月12日の戴冠式の記録映画を積んで14日にロンドンを離陸し、21日には大阪を経て羽田空港に着陸した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。